こんにちは、ここは JR 大府線の秋田です。秋田新幹線で明日の朝東京まで帰るんですが、今回はね、列車あちこち乗っただけでして、ほとんど何も見ないで帰るということになりますんで、それじゃちょっと残念だから秋田駅の周り何かブラブラしてから帰ろうというふうに思っています。私は今日ね、あそこにホテルアルファ1というのがありまして、あれを予約したつもりだったんですよね。ところがですね、ちょっと困ったことに、私アルファ1を予約したつもりがアルファインだったんですよね。で、このアルファインというのは駅からですね、まあ 1.5 キロ、2キロほど離れてるわけですね。これ歩いたらどれぐらいになるかちょっと今調べておりますけれど、徒歩22分か。明日の朝6時8分の新幹線で東京へ帰るんですが、ということは、まあ、5時半にはそのホテル出なきゃいけないわけじゃないですか。まあ、5時半ならいいっていうのと、あとね、往復45分のロスなわけですよね。いや、めんどくさいなって、ほんとめんどくさいね。どうしたらいいんですかね。でもホテルって当日にキャンセルするとキャンセル料 100% かかるんですよね。本当はそんな話するつもりなかったんですけど、ちょっと衝撃的なことが分かってしまったんでね、どうしようかなと思ってるんですが、これですよ。もうなんか、クレジットカードとかでキャンセル払えればいいんだけどね。当日とかでもね、キャンセルするとね、いいですよって言ってくれるんですけど、ホテルって結構ね。でもやっぱ悪いじゃないですか、私が間違えてね、ずっとキャンセルして、そう、部屋を空きっぱなしにしちゃうのは申し訳ないしな、キャンセル料払いたいと どうするべと思うんですけど、ちょっと、はい、そうです。はい、で、大変申し訳ないんですけど、実は私、アルファ1さんと間違えて予約をしてしまっておりまして、はい、で、ですね、ちょっと当日で申し訳ないんですが、キャンセルをさせていただきたいと思うんですけれども、はい、で、ただ、キャンセル料がかかると思うんで、それはどうかお支払いさせていただきたいと思うんですが、いや、そうですか、まあ、当日だからね、ちょっとご迷惑になるだろうと思って、こっちとしてお支払いすることは全然構わないんですけれども、はい。で、結局ね、どうか払わせてくださいみたいなこと言ったんですけど、ね、やっぱダメでしたね、受け取ってくるのが。まあ、こっちでは全然そういうのはもらうことにしておりませんからみたいに言ってくれましたけど、いや、本当に申し訳ないなと思うね。まあ、当日の予約も入るから、実際のところその部屋が絶対空室のまんまであるかっていうとそうでもないんですけど、でもな、悪いことしちゃったよ、本当に。キャンセル料はかからないそうですが、ちょっとね、今回はさすがに明日の朝が早いからあれなんですけど、今度は秋田市の観光ね、なんか美術館とかいろいろありますんで、市内観光をするという時にはアルファイン秋田さんをね、こう利用することにしましょう。いいホテルらしいですよ。ランクの方もいいしね、古いホテルとかでもないみたいです。係員の受付の電話の方もね、非常に親切で、感じのいい、なんかわかんないけど佐川急便の人みたいな感じでしたね。実は秋田駅というのは宿泊には非常に便利でして、いいホテルから安いホテル、それにネットカフェまでいろいろ揃ってるんですね。で、県庁などある側の反対の方に行くとですね、もう駅直結のホテル東横インと、それからインターネットカフェコミックバスターがあります。改札を出てね、もうそのまんままっすぐですよ。このいろいろ入ってる商業施設の1階にはね、金券ショップまであって、駅直結の金券ショップってあんまりないんですけどね。まあ、あるにはあるけどさ。今お金払ってもう今利用中です。ネットカフェって最近あんまネットカフェの話してない、前よりね、頻繁に泊まらなくなりましたからあれなんですけど、ネットカフェというのは本来はまあ泊まるスペースではないんですが、24時間営業で寝そべることもできるような形態に席になっているので、結果的に寝てる人が多い、一応宿泊施設ではないということになってるんですね。で、壁がありまして、まあ、それぞれの部屋にですね、まあ、それなりの壁があって、まあ、両手は無理だけど片手を広げてぐるぐる回ることぐらいは十分にできるぐらいの広さの仕切りがあって、上は空いてますよ。で、そういうところに入っていってですね、ガラガラガラと開けて、で、床にマットみたいなものがこう引いたんですね。で、それがまあビニールになってね、モコモコしてて、まあ、一応こう拭いて綺麗にはなってると。で、そこにこうゴロンと横になって、寝ていい、寝ることもできる、ドリンクバー無料、漫画読み放題、まあ、そういう場所です。で、明日の朝までというか、まあ、今から12時間なので、まあ、明日の朝、8時ぐらいまでで2200円で利用することができます。結構安いですよね。もう十分じゃないかと。で、まあ、とはいっても別にホテルに泊まるお金持ってないわけではないんですが、よくね、やっぱ言われるんですよ。もう稼いでんだからホテルネットカフェなんか泊まんなくていいんじゃないって言われるんですけど、でもね、国際線のファーストクラスとね、ネットカフェってね、快適性あんま変わんないんですね。ファーストクラスの方がむしろ日本航空の場合は周りの仕切りないですから、もしかしたらネットカフェの方が快適なんじゃないかなって気が。もうこれは本当にね、そう思うんですよ、私は心から。だから別にね、ファーストクラスに100万とかね、それからまあファーストじゃなくてもビジネスクラスに17万とかなんとか払ってるわけじゃないですか。それ考えたらネットカフェだって別にいいだろうと。そんな別に困らないしね、まあ、なんか疲れるっていう方もいるらしくて、私がいつか年を取ったらネットカフェを回避するようになるかもしれないけど、特に泊まらない理由がないんで、よく選択しています。
で、まあ、それがこの秋田駅の改札階からずっとこうフラットにですね進んでいくとあるんですけど、だから秋田のこのネットカフェはいいんですが、あの駅直結でネットカフェって大抵ね、あの治安じゃない、まあ、治安も良くはないだろうけど、あの大抵利便性があの駅から遠いとかね悪いんですけど、ここは直結なんで最高なんですが、ただ店がそんなに広くないんですね。だからね、あのしょっちゅうもそのフラットの寝転べるところはもう埋まってしまうんですよ、秋田駅のここは。なんで私は、まあ、本当は別に今すぐ店に入店する必要はなく、もうちょっと外で時間を潰してから来てもよかったんですけれども、ちょっとパパッと入ってですね、であの中に荷物というか、まあ、荷物とほとんど置いてないけど、あの入ってちょっとねこうあの物を置いてまたすぐ出てきました。で今もう利用料金がまあ一応かかってはいるわけですが、それでも外に出ています。そうじゃないとね、もうここはすぐいっぱいになってしまってダメなんですよね。結構なんか住んでるレベルの人もやっぱいるみたいですからね。そうするとフルフラットのところがずっと埋まってるってことになります。ちょっとそればっかりは仕方ありません。ともかく泊まるところも安く確保することができましたんで、もう一回秋田の駅に戻って、駅の中にねいろいろ食べ物屋さんが入ってますから、そこで済ませることにしましょう。全然関係ないんですけど、秋田駅のこの屋根って大阪駅に似てますよね。秋田駅ってトイレも結構良くてですね、改札の外にトイレがあるんで使い放題なんですよね。普通は切符を持ってる人が改札の中のトイレを利用するんですが、 JR が外の人も使えるようにこう用意してあげて、結構いいと思いますよこれ。でその非常に素晴らしいトイレの横にある入り口から入ったレストランでなんか食べようと思います。安くなった分いっぱいなんか食べようかな。いやいっぱいって言ってもそんな食べないんだけど、親子丼とかね、それからこれはなんだっけ、稲庭うどんとかそういうのはいろいろあります。ここを通ってね上に行くんですよね。 JR の駅員さんもおすすめしてまして、なんかね駅員さんのおすすめみたいなのがあってね、それでこの上がとてもいいですよって書いてありました。これは入るんだよな。前来た時は金がなくてここで横手焼きそばだけ食べたな。600円って結構こういう駅ビルの中のやつとしてはね安いし、しかもまあまあお腹いっぱいになるんですよね。でも結局今日も横手焼きそばです。このね店の横手焼きそば美味しいんですよね。本当美味しいからね、ついつい頼んでしまうんですが、まあ、しかし前に来た時のお金のなかった時ちょっと変化をつけたいということで、今回はビールも頼みました。ただしノンアルコールですけどね、まあ、毎度のお決まりですが。
シャリ。